これは最強と言われたウアンの物語である。2025年のプロ野球界、このシーズンはポスティングを球団に拒否された佐々木が防御率 1.54、11勝1敗というなんだか怒りすら感じさせる投球を見せて盛り上がった。剛腕が活躍したプロ野球だったが、ドラフト会議でもアマチュア最強の剛腕に注目が集まる。それが都市対抗野球を制し、アマ最強と言われている21歳高林智人だ。彼を熱心に調査している某球団のスカウトによると、なんと最速で169キロを投げたと噂される。ただこのスカウト曰く、アマには最速160キロがゴロゴロ、これは単にスピードガンが壊れているだけなのではないか。だが169キロはさておき、アマの中でひときわ速いのは間違いない。制球にやや不安はあったものの、自慢のスピードボールでグイグイ押していく。さらに左打者の内角に食い込む鋭いカットと縦に割れるスライダーで三振を量産だ。ピンチを脱するとマウンド上で雄たけびを上げ、闘志むき出しの気持ちの強さもありそう。多少球速に関して話が盛られているところもあるが、ドラフト会議の中心であることは変わらない。そんな高林は3球団から名前が呼ばれ、本人も笑顔で会見場から見守っている。そして彼の指名権を獲得したのはこのシーズン3位のバファローズだった。3位といっても激戦だったため、高林の加入は優勝への大きなピースとなりそう。近年優秀な投手を育て上げた育成力もあるので、剛腕を球界トップの怪物に仕上げられるか、かなり期待の高い社会人最強右腕だったが、キャンプでのブルペン投球を見てみると何やら不穏な空気が漂っている。確かにボールは目を引くほどの速さがある。だがボールが荒れており、早速プロのストライクゾーンに苦戦をしていた。ボールを連発する高林に対して、キャンプ中継を見ていたファンたちは何かを察してしまう。ちなみにバファローズ投手陣は、日ハムから FA の加藤が防御率2点台の好投をするも、2桁勝利の投手はおらず、先発の柱が欲しい状況だった。そんな状況なため、3球団競合ドラ1高林の投球にはかなりの期待をしてしまう。果たして彼はその剛腕でどんな衝撃を与えてくれるのだろうか。高林のプロ野球人生がスタートした。1年目、バファローズは独走優勝から日本一。この強さの秘訣はドラ1高林ではなく、下から155キロを投げる大越和久。2年目の24歳が大ブレイクを果たしていた。一方のドラ1はというと、このシーズンは1軍登板がなく、2軍でチェンジアップを投げ込む。プロではもっと緩急を使わないとまずそうなので、この新球種の習得は来季につながりそうだ。169キロは大嘘だったものの、最速は159キロ、さらに伸びも抜群のストレート。あとはどれだけ制球力を高めて安定した投球を見せてくれるだろうか。このシーズンのオフ、バファローズは森の人的保障に坂本を獲得し大騒ぎに。ついにバファローズがプロテクトを突破したなどとまことしやかに囁かれる。2年目、ノリノリになったタイミングで一軍ローテに食い込んだ高林だが、なかなか苦戦をしている。調子がいいうちにアピールできるか。さすが天野朗希と言われただけあり、球の速さは目を見張るものがある。最速159キロの剛腕を披露するものの、やはりプロの壁は非常に高い。5試合に登板して防御率 6.48 に終わり、0勝3敗と思ったように結果を残せなかった。しかもこれはノリノリの絶好調時の成績。バフがかかった状態でこの数字はまずい。チームは日本一から最下位へ転落し、なおさら高林には頑張ってもらわなくては。3年目も圧倒的な球速で一軍に上がり、先発のチャンスをもらった。やや低い腕から放つストレートの球威はすごい。
持っているものはメジャー級と言われた。潜在能力の開花でカットが進化を遂げ、ストレート以外でも詰まらせて打ち取っていく。24歳の剛腕は10試合に登板して防御率 3.34、 プロ初勝利で勢いに乗り5勝を挙げた。被打率を見ると対左は2割3分4厘で、対右は1割4分8厘である。かなり抑えられているのではないか。だが62回でフォアボールが47個、デッドボールが8個、伸びある159キロの直球が相手に襲いかかる。本人はぶつけても全く気にせず、帽子を取る素振りはしても顔は不機嫌そう。4年目、とんでもない成績を叩き出す。防御率 5.61 で4勝11敗だ。20試合に登板し110回3分の2を投げながら69の自責点、68の四球をマークする。なぜこんなに打たれてずっと一軍にいられたのか。登板するたびにファンたちに絶望感を与えた。ただ奪三振率が10を超える球威には期待をせざるを得ない。5年目、可愛い顔をして出てくると相手打者を震え上がらせる高林。いいところだけ切り抜いて奪三振集を作ればまるで最強投手のように見える。しかしシーズン終盤は2軍に落とされて、そのままバファローズの優勝をテレビで眺めていた。ボコボコに打たれつつも21試合に登板をして、規定到達が1人だったチームのローテに長く居座る。防御率 5.21 で5勝9敗、体感では4試合に1試合しか好投をしない。優勝したものの先発防御率がリーグ5位なのは高林がしっかりと失点をしたからのようだ。今はボールの勢いが評価され起用されているが、このままではまずい。妙に回復力があり、オフも元気だった彼は MLB 参加のウィンターリーグへ向かった。6年目、帰国した高林は本場の野球を肌で感じ、カットを進化させて帰ってくる。なお滑るボールでぶつけまくり、国際問題になりかけたとか。8月には被安打に12奪三振で初の完封を記録。以前よりは頼りがいのあるピッチングだ。反抗予告先発とも言われてきた高林だったが、このシーズンは17試合に登板して防御率 3.94、 乱れはするものの以前ほどの怖さはない。109回3分の2とそれなりに仕事をこなした。伸びる直球で120個の三振を奪い、奪三振集だけ見たら現代最強投手だ。アメリカ留学効果で制球力も大幅アップ。なお大幅アップでもこの程度である。7年目、先発定着で三振を量産していき、最強の右腕高林は最多奪三振を受賞だ。しかも奪三振率は 10.1 という優秀さ。そんなドクター系っぷりでキャリアで初の2桁勝利まであと一歩と迫っていた。しかも防御率は 3.64 なので、見た感じでは非常に安定している印象を受ける。だが四球は驚異の106個。2021年今井の99を超えて令和初の104四球、さらに10四球と7暴投も加えて濃紺投手3冠だ。打者だけでなく捕手にも恐れられた。150回150奪三振、100フォアボール、10デッドボール、5暴投。この5項目で高林賞を創設すべきとネットで騒がれる。8年目、新垣、藤浪といったレジェンドたちも成し遂げられなかった四球100を昨年簡単に達成した高林だったが、このシーズンは予想外の好投を続けていく。速球をぶつけておいて逆に怖い顔で吠えてくる高林、なんだか怖くて打者は踏み込めない。なんとあの高林が12勝5敗で7つの貯金。まさかのエース級の投球を見せているではないか。しかも防御率は 3.01 で最後に打たれなければ2点台という想像以上の結果を残した。
好調の要因は潜在能力開花で縦スラが強化されたのと、ストレートの伸びが驚異的になったからか、このストレートでリーグワーストの14四球、まるで避けられない方が悪いと言わんばかりだ。今年は3桁四球は免れたと満足げの高林、2度目の最多奪三振受賞と2桁勝利、さらに送球を走者にぶつける濃紺だが、なぜかゴールデングラブ賞を受賞させてもらった。9年目、勢いのある高林は30歳にして WBC 日本代表に初招集される。他国で炎上待ったなしの弾丸ストレートなので、味方打者たちは往復四球に備えた。4回3分の2で2四球しっかりと仕事をこなしたようだ。そしてシーズンではもう普通にエースとなり、15勝で最多勝と勝率第1位を受賞するほどに、世界の屈強な打者相手に平気でぶつけてきたため、 NPB では怖いものがないのか、内角を攻め出した。伸びのある159キロで胸元を攻めて、防御率 3.25 で15勝とチームの優勝に貢献。デビュー当時の彼のピッチングを見て、チームを優勝に導く投手になると誰が想像できただろうか。なお15勝をしても86フォアボール11デッドボールと、高林らしいところは相変わらずである。ぶつけた時に威圧感を放つ彼は、その雰囲気から投げる不動明王像と言われたとか。相手には嫌われるが、味方にとっては頼もしい。ファンからは圧倒的に愛される右腕だった。節目の10年目、このシーズンは四球を出す前に三振に切って取り、四球王を返上する。さらにキャリアで初の200奪三振突破。エースとして最低限の10勝を挙げて、防御率は 3.53 とさすがの投球を見せた。しかもクオリティスタート率が7割を超えており、キャリアで最も序盤が安定している。73フォアボールはリーグワーストなものの、6デッドボールはなんとワーストではなかった。暴投も1つだけで四球暴投を返上しており、31歳の高林は進化をしているようだ。11年目、チームで唯一の規定となる170回3分の1を投げるものの、5勝8敗に終わった。あまりに内角を攻めてヘイトを貯めると、子供がいじめられそうなため、極端な内角攻めは封印する。奪三振率 9.25 で175奪三振をしつつ、四死球率 5.23 で87四球というのは高林らしい。昔は投げさせるのが怖かった高林が、今となっては一人だけ仕事を全うしている。そんな彼は自身の価値を高めるために FA 宣言をして、球団と直球で交渉に乗り出した。年俸4億円の3年契約で、32歳の高林は生涯バファローズを発表する。12年目、大型契約を結んだものの、衰退期に突入してしまった最強右腕。この手の速球派投手が衰えてスピードを失えばどうなってしまうだろうか。衰えが非常に心配になったものの、16四球、まだまだ全盛期なようで安心した。4億円の年俸に恥じないように奮闘し、防御率 3.33 で12勝7敗と見栄えは非常にいい。並んでにはなるが、12勝は2度目の最多勝で、2年ぶりの最多奪三振も手中に収めた。1試合しか完投はできなかったものの、156回3分の2は相変わらずチーム唯一の規定だ。ここまで速球のスピードで勝負をしてきたが、衰えてきている今、技術力も必要になってくる。13年目、衰えが止まることのない34歳だが、思った以上に能力をキープしており、キャリアで初めてとなる防御率2点台を達成。これはリーグ3位の好成績だった。さらにリーグ2位の12勝とベテランの頼れる投球だ。今となっては技巧派なピッチャーになれたか。なおデッドボールは貫禄の14個で相変わらず怖い。フォアボールは100に届かなかったが、しっかり6暴投をする。ちなみに唯一の規定投手高林の活躍の裏で、バファローズは全く投手が育っておらずピンチだった。
14年目、ベテランの高林はチームを鼓舞し、前年の5位から見事にリーグ優勝を果たす。だが、あの高林のストレートが150キロにすら届かなくなってしまった。24登板の中で、3試合は中継ぎをし、調整をする時期もあったようだ。それでも防御率 4.10 で7勝4敗と大黒柱として最低限の仕事をしていく。速さを失ったため直球を微妙に曲げて勝負。86四球の技巧派投手として日本シリーズに向かった。阪神との顔合わせとなった日本シリーズ、2連勝で迎えた第3戦で高林は登場する。調子は良さそうで、監督も高林ガチャは当たりだななどと言っていた。だが四球でランナーを貯めてから甘く入ったボールを痛打され、先制を許す。その後も自らの四球でランナーを背負いながらも粘りの投球で6回を2失点に抑えた。そんなベテラン高林の奮闘に仲間も応え、バファローズは逆転で高林は勝ち投手に。チームは日本一を達成し歓喜に沸くが、剛腕の右腕には限界が迫っていた。15年目、バファローズはリーグ優勝をするが、その先発陣に彼はいない。前半に6試合の先発をし、そこそこ好投。だが体力不足が否めず、高林は中継ぎへ回る。短いイニングで全力投球が良かったのか、防御率 2.15、 ウィップに関しては 1.19 だった。58回3分の2で30フォアボールはさすがだか、デッドボールはなんとゼロ。まさか本当に技巧派になってしまったのか。16年目、なんだか普通にいい中継ぎへと変身を遂げている高林。このシーズンは4つの四球を左打者にぶつけ、左キラーと恐れられるようになった。奪三振率 7.22、 四死球率 6.36 はさすが、いまだに三振か歩かせるかというピッチングだ。昔とは違い、ぶつけても逆切れせず穏やかな顔をする高林。このまま40歳まで平気な顔で投げそうだった。17年目、カット縦スラおじさんとなり、直球はあまり投げなくなってしまった高林。46試合63回3分の2と昨年よりも登板数、イニング数ともに大幅アップとなり、若手たちを押しのけて活躍をしてしまう。荒れ球剛腕から華麗なる転身だった。五十嵐亮太氏を思わせるようなスタイルチェンジで得意な左打者を刈り取っていく。マウンドで吠えていたエース時代とは違い、穏やかになった今は若手たちに囲まれていた。18年目、制球力が衰えによって危険な水域にまで達してしまう。球が遅いのでぶつけても苦笑いで許される。130キロ台のストレートと極悪コントロールでなぜか抑えてしまう高林。捉えたと思ったボールもバットが空を切り、相手たちは思わず首をかしげる。43回で40三振を奪っており、三振か歩かせるかというスタイルは変わっていなかった。19年目、周囲のいい加減引退をしてコーチにでもなってくれないかなという冷たい視線を感じた40歳右腕の高林は、周りのプレッシャーを跳ねのけてまさかの防御率 0.64。 28回を投げて自責点はたったのに、もうこのコントロールでなぜ抑えられるのか疑問すら湧かない。20年目、能力の衰えだけでなく体力まで衰えてきてしまった41歳。いつものようにオープン戦で首脳陣に仕上がりを見せるが、このシーズンはいつもと違った。
開幕二軍が命じられてしまったのだ。そして二軍でそこそこの成績を残したが、高林は一軍に呼ばれることはなかった。今ではあの頃の凶暴なボールではなく、優しさあふれる最速135キロのストレート、ぶつけても若手打者たちはにこやか。球界にはベテランに対し優しさが広がっている。そんな優しさに満足した高林は、戦うのにはもう疲れたと現役の引退を表明した。若い頃は剛速球で地球も厭わない超攻撃的な投球をしてきたベテラン右腕、歴代8位の129個の四球をぶつけ、相手打者にとにかく恐れられてきた。そして歴代15位となる1056個の四球を出し、こちらは味方の監督を恐れさせてきた。だがバファローズの頼れるエースとして121勝1981奪三振と一流の成績を残した高林、年齢を重ね丸くなったのか、投手コーチになると物腰柔らかに理路整然と若手に指導をしていく。しかし時折投手が四球でランナーを貯めると、159キロを相手にぶつけていたあの頃のような恐ろしい顔で交代を告げにマウンドに現れたとか。高林智人、169キロを投げるという噂とともにプロ入り。さすがに169キロは都市伝説だったが、最速は159キロで変化球は大きく曲がる。ただ制球力には難があり、歩かせたりぶつけたりと荒すぎる投手だった。フォアボールとデッドボールで自ら不利な状況を作っても、圧倒的な投手能力でマウンドを制圧。一時期はバファローズのエースとしてチームの先頭に立って優勝へ導いていく。159キロのストレートやキレあるカットを地球上等で内角に投げ込んでいった彼は、まさに対戦相手から最も恐れられた剛腕だった。